ホーム、いよいズ市駅は、愛媛県大洲市長浜町上追松にある、四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は、S13。短式ホーム一面一線を持つ、地上駅である。旧来からの駅舎はすでに撤去され、ホーム上に簡便な待合所が設置されているのみだが、旧駅舎にあった、改札の柵のみ残っている。 ホームの長浜方には、かつて使われていた切り欠き機ホームが残っている。完全な無人駅で、自動券売機などの設置はなく、乗車券などを購入することはできない。駅の近くでは、肘川に大和川が合流している。この辺りでは、肘川や、この大和川に沿って、小さな集落が点在している。駅から南側に進むとすぐに、肘川に突き当たるが、 ここから対岸に山和橋が伸びている。山和橋を渡って山和川を遡ると200メートルほどで、里の集落があり、ここに小学校や簡易郵便局がある。駅から南東に5キロメートルほど行った大洲市、八幡浜市、旧長浜町三社の境の伊豆市山には、養老年間の回帰という金沢に伊豆市寺が、ありこの駅は、伊豆市山への登山口であるため、伊予伊豆市駅という、名前になった。 伊予鉄南伊予バスこの駅を開業させたのは、愛媛鉄道である。1918年の2月14日に、愛媛鉄道が長浜町駅から大瀬駅までを開通させたのに伴い、愛媛鉄道の途中駅、上、大松駅としてこの駅は開業した。愛媛鉄道は1933年の10月1日に国有化となり愛媛線とされる。 期間は、愛媛鉄道時代から7 6 2ト、mm、ルのままであったが1935年10月、下名田駅から伊予長浜駅までの路線の開通に合わせて1 0 6 7ト、mm、ルに改められ、この時、高松駅から下名田駅まですでに伸びていた予算本線が愛媛線を含めて伊予大津駅までがつながったため、高松駅から伊予大津駅までが予算本線とされたので、 当駅も予算本線の駅となった。1986年の3月には、向原、内湖間の新線が開通し、向原駅から当駅を経て、伊予大須駅に至る線路が幹線としての役割を創出したためこの駅においても優等列車が通過することはなくなった。この駅は、その後1987年4月には、国鉄の分割民営化により、 四国旅客鉄道の駅となって、現在に至っている。予算本線は1988年6月に予算線と改称された。なお駅名は1950年4月1日に、当駅が登山口となっている、伊豆市山の金山伊豆市寺にちなみ現在の、伊予伊豆市駅に改称されている。ありがとうございます。